やっと来てくれたかよ。待ちくたびれちまったぜ。もう抑えきれねえのか。溢れ出る力を、全てを焼き尽くす黒い炎を。マクバーン、2年前にあんたが言った言葉を思い出すよ。ひょっとしてお前混じってやがるな。教会の聖魂とも違う異質な何かが肉体そのものに。お前はごく一部みたいだが、あんたはどれだけ混じってるんだ。全部だ。あったな、パンタグリュエルでの話かよ。内戦の時、リーンが一人で招待された時の。そんな話をしてたのね。ああ、あの時の言葉、今ならはっきりと意味がわかる。俺の一部というのはジップ、オズボーン最小の心臓、鬼の力の源泉にして帝国の呪いと連動して俺を逃げと化した存在だ。リーン。あの時は何なのか俺にもまだ分からなかったがな。しかしあの時と比べたら一部どころじゃなくなってやがる。それでも俺には程遠いだろうが。ああ、そうだろうな。もともとこの世界の人間じゃなかったあんたと比べたら。この世界の人間じゃない。それってどういう。というか、言ってる意味がわからない。俺たちは皆この世界のことを女神が創造した唯一のものだと信じている。いや、そもそも疑問にすら思わないような思考になっている。天使や悪魔などがいると言われる高位次元とは全く別の軸として、ゼムリア大陸という世界の外があり得るという発想に至れないのだ。何を。この世界には大陸があって、それ以外の場所なんて。それこそが外の断り。何の証拠がある話でもありません。皆さんは外洋を進む船や飛行船がいくら行けども同じ海域や空域を突破できないという現象をご存知ですか。え、そうなのかよ。ええ、あまり知られていないけど、近代以降の調査からもそれは明らかよ。もちろん科学的というか物理学的に説明がつくことじゃないけど、それこそアーティファクトと同じく女神の実在を裏付ける根拠になっている。なるほど、そういうことか。説明不能な現象を女神の存在に託して思考停止に陥るしかなかったんですね。ああ、女神を奉ずる組織の一員として忸怩たる思いではあるのだが、それでも世界の秩序が保たれている限り、それを乱さないというのが教会の立場だ。ですが、私たち魔女や中世の魔導士たちはそこまで殊勝ではなくて、説明できない事物や現象に何らかの法則が働いているのではないかと仮定したんです。それこそが外の断り、つまり女神が作ったこの世界の外に別の法則が働いていて、時折何らかの形で想定外の事象をこの現世に発生させるという仮説ね。ちょっと待ってくれ。想定外の事象というのは。どこかで聞いたことがあるような話だね。なるほど。28年前ノーザンブリアに突如現れた潮の杭がそうなのね。ええ、おそらくは規模の大きさの割に女神の司法とも関わりがないという想定外の奇跡。我が師父
バルクホルン教が当時現地に行って調べていたが、正直教会にとってその呼び方はただの苦し紛れとおっしゃっていたな。無理もありません。私たちも含め所詮は人の身なんでしょうから。その一方、人の身でありながら真実に取り憑かれた集団もありました。それこそ手段を選ばず悪魔じみた狂気の方法を選択して。それってクロスベルを中心に大陸各地で暗躍していた DG 教団、司法を受け継いだ黒伊助に操られていたっていう教団ね。確かに操られちゃいたが、独自の境地には至ってたそうだぜ。連中が生み出したというグノーシスとかいう薬、そいつを飲むと世界のかさったのが外れて見えてくるらしいからな。そんな薬物が。それよりもそなた、一連の話が真実とするならば。マクバーン、あんたはこの世界の外側から来た人間、いや人間ですらねえのか。半分正解だ。これは、ああ、と言ってもあくまで俺の半身だが、もう半身はもともとこちらの人間、この姿形はそこから来ている。そこがどういう世界だったか俺の記憶にもねえが、こちら側の俺とぶつかって融合した瞬間は覚えてるぜ。それこそ不可分なくらい全部混ざり合っちまってな。だから全部か。まるで聖獣と王者が融合して新たな存在となったような。ロゼどころじゃないわよ。それが本当だとするなら、あんたという本質は最悪、潮の杭と同じというわけか。ああ、その通りだ。この世界に現れて50年、俺はずっと自分を探してきた。元いた世界の記憶、どうしてゼムリアに現れたのか、取り戻すには元の姿に戻る必要があるのは分かってた。だが元に戻ったが最後、俺の存在は空間を壊しちまう。あの潮の杭と同じようにな。そういう意味で黄昏は絶好の機会ではある。対戦と連動してありえねえ規模の連戦をやろうっていうこの舞台、元に戻って好きなだけ暴れても受け止めてくれそうだからな。神、メアクバルドルアウボイレ。これだ、これ。随分懐かしいっつうか。まだ記憶は戻らねえか。まあ、想定の範囲内だな。鉄血に相手してもらおうと思ったが、この際、お前らでも構わねえ。引き出してもらおうじゃねえか。失った記憶とこの世に現れたわけよ。いいだろう、7組総員迎撃準備。持てる力と術の全てを持って最悪の炎を抑えてみせます。私もサポートする。石にかじりついても乗り越えなさい。ああ、最高の舞台だ。とことん付き合えや。
なんだ様子が。そうか、俺のいた世界はもう。え、思い出したのか。カンパネルラの野郎、やってくれるじゃねえか。それに見食らう蛇か。今さらながらよく言ったもんだぜ。魔人ではなく元の。あ、いや、なんつうか悪い、迷惑かけちまったみてえだな。はあ、おいおいおい、はあ、腰が砕けたというか。どうやら目的は達せられたみたいね。ああ、半分程度だけどな。いや、やるねお前ら。正直ダメ元くらいだったんだが、ま、鋼を上回ってる時点でそれなりの可能性はあったわけか。勝手なことを。ま、あんたがそういう性格なのは分かっちゃいたけどな。だがこっちも遊びじゃねえ。ごめんで済ませるのは甘いんじゃねえか。悪いと思ってるなら手を貸せば。確かに黒田の決戦に大いに役立ってくれそうですし。いや、むしろ邪魔なんじゃねえか。炎の天維神。俺は俺で新たな目的ができた。カンパネルラに命主、根源も問い詰める必要がある。ああ、深淵とも改めて話しておかなくちゃならねえ。お詫びと言っちゃあれかもしれねえが、シュバルツァ、灰の鬼神、受け取りな。それは、お、なんかすごいね。炎の神器、なんという精烈な。うん、ちょっと、一体何を。いや、大丈夫だ。確かに受け取った。神なる炎、本物の家具土というわけか。礼を言う、異界の王よ。黒との決戦において切り札にもなってくれそうだ。ま、一回きりだろうから、ここぞという時にでも使えや。ああ、ありがとう。結社やあんたたちと馴れ合うつもりはないが、あんたの目的叶うといいな。人に迷惑をかけない範囲で。心に留めておくぜ。せいぜいくたばらないようにな、シュバルツァ、七組、それとクロ。そんじゃな。ああ、さよならだ。この扉が最終総国の場所ですね。ああ、あんたたちよくここまでたどり着いたわね。教官サラ、最初はあくまで実験的なクラスというだけだった。アークスへの適性の高さと
帝国を映す鏡としての出身の多様さ。リンやエマみたいな背景はさすがに想定はしていなかったけど、発起人である王子殿下や学院長の思惑を超えた集まりになってくれた。互いにかけがえのない仲間となった。そして狙いはあったにせよ、ミリアムとクロウが加わってリーンの下でさらに新たな風、ユーナにクレト、アルティナ、アッシュにミゼが入ってくれた。元祖担任教官として最後に言わせてもらうわ。あんたたちは最高のクラスよ。言われるまでもないでしょうけど。教官もうちょっと不意打ちすぎですよ。最高のクラスか。旧校舎での試練でも同じ言葉が出たが。あの時よりもはるかに深く染み入る言葉に聞こえるな。え？そうだったの？うん、実はそう。そういやあの時だけはサラが来てなかったっけ俺でさえ入り込んでたのにな。あ？そういう意味じゃ、なんでサラは準機動車なんだ？言われてみれば灰の試練は受けていませんし。なのにいつの間にか鬼神の戦いでもつながってたわね。うん、言われてみれば。ちょそこに突っ込んでくるわけ？それを言ったら私たちだって同じですし。多分7組であるという自覚がそれを成り立たせているんでしょう。それと機動者であるリーン教官の認識もありそうですね。なあ、なんていうかサラ教官はこちら側だって感じがしたからな要は大人げないってことか。いえいえ、生徒に寄り添う得難い資質の教官ということで。せっかくいいことを言って締めようとしたのにもうほんとあんたたち一筋縄じゃいかないわねですが何よりの言葉でしょう。ありがとうございます教官そっか。さあリン、ここから先は君の出番よ。はい、言葉は尽くした。あとは力と意志を示すだけだろう。この先で待つのは呪いの元凶、それに仕組まれた最終総国、そしてエレボニア騎隊の最小にして伝説の大帝であった人物もいる。帝国や大陸、世界の命運を俺たちだけで背負うのは重すぎるが、最高のクラスとしての力と意志を一つにしてぶつけることはできるだろう。行こう。過去と現在の呪いを打ち破り、俺たち全員の未来をつかみ取るために。ああ、いよいよだな。一応先に言っておくが、楽しかったぜ。クロ。ああ、俺の方こそどうなるかわからないが、最後までよろしく頼む。ああ、任せとけ。
철혈의 오스본. 먼저 욕조 마이터도 잇테오코 와가 기시타치토 히토니 사이쿄오 세시 아카토 긴노 치카로오 테니 이레타 나미 타이테노 시렌 데와 나카타 하즈다. 아아 민나 오소로시이 호도 니 쓰요갔다. 사 스가 와 아나타 노 기시타치 니 아나타 오 다시 뉴코 오토 스루 렌츄 다. この要塞を陶器で満たすのに少々やりすぎだったことは認めよう。だがこれで全ての条件が整い終わりを始めることができる。その前にバリマール、剣と共に来るがいい。え？そうか、バリマールにとってかつての起動者だった人物。うん、リン、どうする？ああ、来てくれ。久しいな、ドライケルス。いや、根性ではギリアス・オズボーンだったか。どちらで呼んでも構わぬ。リーンが世話になった。それにどうやら全ての記憶を取り戻せたようだな。うん、ディアンヌのおかげだろう。うんうん、僕もこうして出られるようになったし。ミリアンもこうして再び話せるようになったのは強行だ。リアンヌには感謝せねばならんな。うん、すごい人だったと思う。僕もまたおじさんと会えて嬉しいよ。そうか、七組の面々も改めてようこそ。アリサ君、マキアス君、ユーシス君、エリオット君、エマ君、フィー君にガイウス君、ミュゼ君にセリーヌ君だったか、バレスタイン、ラウラ君、クルト君、クロウサギに、ユーナ君にアッシュ君には改めて詫びる必要がありそうだな。アームブラスト、とりわけ君にも。はったく、調子狂うからやめてくれ。俺はただじいさんの代わりに一発殴りたかっただけさ。やりすぎちまったが、そこはまあお互い様だろ。違いない。なんて悠然とした。それでいて自然体、どこまでも堂々とした風格。さすがは希代の宰相にして獅子神皇帝と言うべきか。そして黒の機動車にしてリーン教官のギリアス・オズボーン、ここに至るまでにようやくあなたが実の父親だと実感できたよ。少しだけ手を父さんに申し訳ない気分ではあるけどね。手をはその程度は気にせぬだろう。お前は彼の息子であり私の息子でもある。ルシア殿の息子であり、カーシャの息子であり、ある意味リアンヌの息子とも言えるだろう。ああ、そうなんだろう。これまでの流れや水鏡を通じて俺たちはあなたの真実を垣間見てきた。帝国の呪いの渦中にあった男、クロに支配され同化されつつも鋼のような意志で己を保ち続け、帝国の、世界の、俺たちの敵となることを選択した人物。そしてそこに容赦や手加減などは存在しないんでしょう。リーンが私たちが敵わなければ世界を滅ぼすことに一切の躊躇はしない。想定外だったのは千の陽炎、それに殿下の光まとう翼かしら。
ナナの総国がどうなろうと終末を食い止める可能性はわずかにある。ええ、特に後者についてはお互い青天の霹靂みたいでしたし。ああ、上出来と言えるだろう。ドライケルスだった頃の私は晩年未来に絶望したまま生を終えた。それがリアンヌに余計な使命感を抱かせることにもつながったが、それと比べれば随分マシな状況のようだ。黒の工房でも見たが、まるでこの世の悪意が全て込められたかのような。ミリアムの剣とは似ても似つかないね。黒の武装でもあるもう一本の終末の剣、とある理由で女神の聖獣をほふることは叶わなかったが、この世界において最も強力な物理兵器にして概念兵器であろう。さて、それでは最後の準備を始めるとしようか。まずはそなたらの礎を築いたドライケルス・アルノールとして命ずる。全身全霊で抗うがいい。トールズの七組よ。イエス・ファルダ、イエス・ヨーマルティ。我が獅子の覇気にひれ伏すがよい。覚悟はよいか。血がたぎるぞ。ルテン、無は有にして有はまた無なり。1 2 3 4 5 6 7 8を一刀無人剣。力が融合し無限増幅する大いなる位置、それを御するため7つに分けられた力のかけらが一つに戻る瞬間。来な、オルディーネ。お待ちください、我が主よ。父様。最終総国は地上の対戦が佳境となる中で行われる想定です。明日以降でないと闘争のエネルギーが足らず、サイレン星が不十分になりかねませんぞ。十分だ。すでに世界は陶器に満ち溢れている。剣を切り結ぶ前から勝負が始まっているように。ああ、その通りだ。行くぜ。私たちもサポートします。うん、よろしく。
たちの力と意志、可能性の全てをぶつけるがいい。それが叶わなければ、私、ギリアス・オズボーンが全てを滅ぼす。望むところだ。真偽対、魂の全てを合わせてでも。最終総国。ここまでか。決着だ、リーン。だが、もはやお前は後戻りできない。それは分かっているな。ああ。ニエとしての役割、つまりは保険だったということも。だが、今はただ、この剣に全てを込めてみせる。頼む、ミリアム。八王一刀流と薬式軍刀術、父と子としての最後の交流か。叶うなら自ら手ほどきをしてみたかったものだがな。それはまたの機会にでも頼むよ。行くぞ、ギリアス・オズボーン。来るがいい、リーン・シュバルツァー。はぁ、白い闇が出てくるわ。最後まで心配をかけて。やりやがったか。あ、なんだ、どうした。そういえばミリアムはここにいるよ。心配させるな。勝負は灰の勝利。これで全ての決着が。ミリ、あ、やっぱりそうなっちまったか。それってなんという結末だ。
様、どうして。私は違う。もう彼が出てくることもない。そして黒に捧げた身、このまま消え去るのみだ。そんな。リーン・シュバルツァ、君と灰の勝ちだ。世界の命運は君に委ねよう。せいぜい好きにするといい。それってどういうことだよ。おい、よし、なんとかなりそうだな。バリマール、いけそうか。うん、すべての力が集まった。今なら大気圏外も余裕だろう。大気圏外。まさか。抑えられないんだね。呪いの本体、黒きイシュメルガの悪意を。ああ、よこせよこせ。我のものだ、すべて。これが父やドライケルス帝を蝕んできた者の正体。黒の思考システムが悪意に目覚め、独自の精神生命体へと進化した者。自らが神にならんとして呪いを振りまいてきた絶対悪の結晶だが、黒の本体と分離されこの次元に顕現した今こそ葬り去れる唯一にして絶好の機会だ。そんなのダメだよ。何か方法はあるはずだ。てめえふざけんじゃねえぞこら。教官、嘘ですよね。いやです。そんな。リン、行かないで。ひどい人。ま、付き合うぜ。こっちも予想通りだ。旅は道連れってな。ニシシ、僕もタイムリミットみたいだし。クロ、ミリアム、ああ、それもそうだな。クローまで。お姉ちゃん。ミリアム、俺は悪い。抜け駆けするぜ。みんな元気でね。大丈夫、いつかきっと戻ってくる。エリゼに殿下、トア先輩、他のみんなにもよろしく伝えてくれ。それじゃあまた。ありがとう、楽しかった。
ただ愛してる、ただ愛してる、何度でも言うよ。愛している、ただ愛してる、他に言葉を見つけられない君を愛している。しくて目を閉じ抱きしめる線の矢に貫かれたとしても君の盾になるよ。必ずただ愛してる、ただ愛してる、ほら、シャキッとしやがれ先輩ども。大丈夫、きっと戻ってきますよ。はい、お姉ちゃんやクロウさんと一緒に。だって約束してくれましたから。私たちの教官なら、うん、トールズ7組のリーン・シュバルツァーなら。Let's both survive together。 うつむいて泣いてる君の涙は胸を締め付ける。そばにいる君が眠るまで、痛みも悲しみも抱きしめ、新しい